国民民主党後藤祐一国会で嘘がばれてパニックに本日国民民主党の後藤祐一議員が国会で片山大臣に対し質疑を行っていたんですがその中で嘘がばれてしまいパニックに陥りました実際に見ていただきますとこの前にきちんと通告していますですからあもう調べ終わったものがあるはずです 片山大臣、うん、の、ね、内容、えー、お答えいたします、その内閣委員会で確かにその天下りにつきましての人数ですとか、そういったことはご通告があったのでお答えはしておりますが、まあ、こちらの委員会の方ということでは、一切通告をいただいておりませんか。えー 後藤さん、通告、質問通告は内閣委員会の,の同じ質問の時に、あ今,日のえ今日はは、あの今日の特定ではしておりませんので、私から紹介します<っ>このようになっておりまして、この後藤議員なんですが、事前にですね質問通告をしたと言って、片山大臣に対し、質問に答えるように要求されていたんですが、実際にはこの、 事前の質問通告が一切行われておらずその嘘がばれてしまいこのようにパニックになってしどろもどろになってしまっておりましたこの国会での質疑質問なんですが突然ですね相手が知らされてないことをですね質問してクイズを行うとかそういったものではなくて 事前にしっかりと議論ができるように、相手側にですね、こういった内容で質問をしますので、こういった資料を用意していただいて、議論ができるように、準備をしていただくようにお願いしますと、国会議員が、ま、例えば政府が相手であれば政府に対して、伝えるはずなんですけども、 この国民民主党の後藤祐一さんであるとか、他の野党の議員の皆様は、そういったことができないのか、わざとやらないのか、どちらか分かりませんが、毎回ですね、事前の質問通告、こういった内容で質問しますよと、相手側に教えずに、ほとんど騙し打ちのような形で、クイズをやったりくだらないことをですね、毎度繰り広げておりまして、 こんな状況が続いたら、国会でまともに議論ができるわけがございません。後藤祐一さんは以前、北朝鮮の団体から支援を受けていたことをですね、認めている方であり、最近の国会での仕事ぶりというか、質疑の内容を見ていても、このようなことばかりで、まともに、 日本が抱えている問題、政府が抱えている問題について議論しようとしているようには見えません。本当にですね、国会に必要な人材はしっかりと仕事ができる方、ルールを守って建設的な生産的な議論ができる方であり、 残念ながら、後藤さんはその条件には合わないと思いますので、ぜひとも後藤さんには国会議員を辞めていただいて、また、皆様におかれましては、今後行われる選挙で、こういった国民民主党や後藤祐一さん、また他にも同じような仕事ができない議員に対してですね、選挙で投票をしないように、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。